さんよいよろしいでしょうか。なおスケジュールの関係で一発 OK でお願いいたします。君はディレクターとして今回のプロモーションプランを成功させるためにもこのフリートークでしっかり愛のハートを掴んでくれ。あ、私結構霊とかは信じないんだけど地球外生物とかそういうのはね信じるんですよ。うん、それでその根拠が分かんないんだけどね。でもなんかね、宇宙人とかその要するに地球外的生物生命体そういうのは絶対にありえるって信じてる人でね。でまあちょっと古くなっちゃうけど XR とかっていうのをもうすごい前からずっともうビデオが出るたびもう借りに行って見てたんですけど今テレビでもやってますけどね。今ねなんて言うんだろう、なんかローマ字2文字でワウワウかなんかなんだっけあれ、ケーブルテレビかなんかでやってる集中治療室のお話があるのドラマ、それがなんか結構向こうで平均視聴率 24-25% を取ってるヒット作っていうのが X-Fileやツインピークスに続く大ヒット作っていうのがあって、それをねちょっとなんか見てみたいなって思ってます。
でも最近ヒットだったなと思うのが、ロバート・デ・ニーロが監督をした作品があって、ブロンクス物語っていうのかな。で、あんまり期待してなかったんだけど、結構すごいお話で、ちょっとなんか最後も感動するシーンがあったりして、普通の映画よりちょっと長めなんじゃないかなと思うんだけど、結構あれは最後までずっと見てしまいました。タランティーノの作品何本か見たんですけど、中でもナチュラルボンキラーとか、やっぱり監督とかそういうのもなんか脚本とか監督とかプロデュースとか違う人みたいで、あんまり詳しく分かんないんだけどね。でもなんか映像とかすごい CG ふんだんに使ってて、最初はターミネーター見た時に、あ、こういうのがコンピューターグラフィックの動画映像なんだなって、最初はそれはすごく魅力的だったんだけど、ではナチュラルボンキラーズ見るとまたちょっと違う感覚の CG、 それがすごいかっこよくて、おしゃれだなって感じたのと、あとやっぱりストーリーも面白いし、あとパルプフィクションなんかも映画のその構成の仕方とかが結構なんか面白かったですね。そういうなんか新しいこととか、昔のリバイバルでも面白いこととか、そういうことをしてる作品っていろんな視点から見れるから楽しいですね。そうだな、今回はちょっとだからフランス映画とか好きだし、なんだろう、心地いいの、私はフランス映画見てると。だからみんなにもそういうなんか慌ただしい空気じゃなくて、気持ちのいい時間、そういう撮り方してもらえるといいなと思って。だから、映像とかファッションとかそれぞれプロの人には任せてるんだけど、でもちょっとだけ希望としては、なんか昔見た古い映画とか、ああいうの中にあったなんかお気に入りのシーンとかってみんなあるじゃない。そういうののちょっと似た感じとか撮れたらいいなと思って、例えば雨の中で猫とか抱いてるやつ、そうなの？知らない。最近日本って女の子たちがみんなカラオケでこの曲歌いたいなんて思って CD 借りてきたり買ったりする子が多いと思うんだけど、自分で歌おうっていうことが根本にないから、あまり方角は聞かないね。ただ日本のアーティストだとピチカート5とかアイスは好き。野宮真貴さんに会った時はもう緊張しちゃって全然感動して喋れませんでした。そうかな、だから洋楽が多くて、でもね、どっちかっていうと今度音楽に関してはハウスが好きですね。どっちかっていうとヨーロッパかアメリカどっちかに住みなさいって言われたら絶対アメリカを選ぶ。まだ若いから、なんて言うんだろう、エキサイトな毎日を送ってる方がいいんで、アメリカ系の方が好きで、音楽も本当映画に関しては
フランス映画の方が心地よくていいなって思うけど、音楽に関してはやっぱハウスが好きですね。好き、ハウスが。シャネイ聞きますね。彼女は知り合いじゃないから分かんないけど、聞くところによる彼女の人生観すごい憧れちゃう。ヒット曲出てもがつくないというか、結構プラプラ気まぐれに休暇を取ったり、それで詩がすごく考えさせられる詩を書いたり、何か人に何か伝えれる詩を書く人だと。日本語に訳したって英語じゃ分かんないのね、もちろん日本語に訳したって、日本で発売してる CD だと日本語に訳したのを読むと、結構一番好きだったのが、黒人社会みたいなのを歌ってて、自分の家族とか知り合いのことを、要するに職業にありつけないそういう問題とかを、あんまりそんなになんか訴える、なんかなんて言うんだろう、嫌味にじゃなくストレートに書いてあるんだけど、また音楽に乗っかるとそれがいいのね私は好き。そう、すごい不良だったんだけど、おばあちゃんだけは大事にしてて、でも亡くなっちゃったのね、おばあちゃんもおじいちゃんも。それでも家には帰らないけど、墓参りとかは行ってたかな。バチが当たっちゃう気がして。おばあちゃん、なんか海外旅行が大好きだったみたいで、ハワイがすごい好きみたいで、ハワイの話楽しそうによくしてたね。中学生とか高校生ぐらいだったから、私も行った時ないから分からなかったけど、なんかこう今ね、すごい親孝行してあげようっていう気持ちはすごくあって、例えばお父さんとお母さん旅行に連れてってあげたいなとか、なんか買っててあげようとか、いつも絶対どっかで頭の中に両親とか家族って思ってるんだけど、ああ今、まあハワイにね、おばあちゃん一人連れてってあげるぐらいのお金もあるわけじゃない、だからああ今生きてたら悲しい思いとか寂しい思いいっぱいさせたから、もう楽しい老後をいろんなとこ連れてってあげたりしてあげたのになと思うと、ちょっと悔やまれますよね、早く亡くなっちゃって、だからお父さんお母さんも寂しい話だけど、周りの友達だってなんだって最初最後は人間死んじゃうんだから、それまでに後悔しないようになんかしてあげたいなって思えるようになったのも、おばあちゃんやおじいちゃんが死んじゃったからかな。優しい人でした。本気で愛の魅力を発見しようという情熱が欲しいな。もう一つ努力してみてくれ。
愛のスケジュール、今日は海に行くんだろ。頼まれてくんないかな。開放に載せる写真、できるだけプライベートな感じでよろしく頼むよ。兄弟がいるんだけど、石投げて救急車送りにした時に死ぬくなかった。すごい暴れん坊のクソガキだったみたい。女の子だったんだけどあとでもね、すごい厳しい家庭だったから、うん、あんまりすごい離れてて遊んだ覚えてた。ちっちゃい時に悪いことしたよ。ないかな。拾った飴はすぐ食べてた。ほんとした飴とかすぐ食べちゃうんで、親が心配してたかな。変なの食べないように。ディレクターとして本当にやる気あるのか。愛のスナップくらいきっちり撮れないでどうすんだよ。愛飯島デビュープロジェクトのプロモーションビデオの編集だ。気を引き締めて頼むよ。では後ほどまた。
そうだね、だからすごいさ、なんか、友達でもさ、なんだろう、人に忘れられない、それは意地悪とかで嫌な思い出じゃなくて、人に、ああ楽しかったとか、この人といて今日は最高だった、嬉しかったって思わせることを自然体でできる人を、恩着せがましくとかじゃなくて、また会いたいって思うし、大切にしてもらえば大切にしてあげようと思うし、そしてやっぱり一番大事なのは、人間って本当に好きな人とか大切な人には素直な気持ちを表現できることが大切だと思うの。でもさ、日本人ってさ、すごいシャイじゃない？みんな照れくさいからなかなか言えないんだと思うけど、でもそういう照れくさいことを言ってもらっちゃうと本当に嬉しかったりしちゃうから、私もすごいね、照れちゃうようなことを、だから最近ちゃんと顔を見て目を見て言えるようになったかな。私の